今回はお金が超貯まる簡単行動習慣3つになります。クリエイティブマネー、お金を貯金する、稼ぐという次元から無限に生み出していく体質になっていく。そして仲間や毎日の生きがいややりがいだったり、自分の家族の喜び幸せだったり、そして挑戦する熱い熱い思いや気持ち、そういった目に見えない資産も増やしていくための方法を LINE の方でお伝えしています。今ご登録いただくと豪華プレゼント動画をお渡ししていますので、ぜひ概要欄の方から登録してみてください。人生の総資産を増やすグレートインベスターへの道。こんにちは、ミシロです。お金を貯める、これはまあ誰しもがですねやりたいこと、まあ、貯金したくない人もいるかもしれないですね。もうどんどん入った分だけ使うという人もいるとは思うんですけども、ある程度貯金はねあった方がいいというのは思いますので、どうやったらお金って貯まるのか、その極意っていうのをね今回お話ししたいと思います。でこういった話をするときに、まあ、よく言われる話ありますよね。よく言われることですね、お金を貯めるために。例えば、まあ、出費を減らす、その収入はそのままでまずは出費削りましょうって、出ていく方を見直しましょうっていうのはこれは鉄則ですね。お金持ちになるための本みたいなの全部書かれてます。これはとにかくまず支出を見直す、これはもう大原則で、僕自身もそう思いますし、めっちゃ大事なことだと思うんですね。例えば携帯電話とか通信費とか、あとは保険とか食費とか外食ね、あとはお酒とかタバコとかギャンブルとか、そういったものをまず見直していきましょう。無駄に使ってるものあるよねって、それを見直そうっていうのはとっても大事なことです。でも今回の話は全く別の角度からの内容になりますし、支出を削るっていうそのさらに前段階の話ですね、もっと根本的な本質の話になるのでとっても大事です。じゃあそれは一体何か、ズバリですね、今回お話ししたい最強の節約術、お金を貯める方法っていうのは、心のノイズを取り除くってことなんですね。そもそもなんで僕らは無駄遣いしてしまうのかという問いです。ギャンブルしてしまう、お酒をいっぱい飲んでしまう、タバコ吸ってしまう、あとはね週末に飲みに行く、クラブに行くとか、趣味にお金を使いすぎちゃうとか、気もしない服をいっぱい買っちゃうとか、靴箱の中に履いてない靴がいっぱいあるとか、使わないものがいっぱい家にあるとかですよね。無駄なものに結構お金を使っていることは多いですね。あとは脂っこいもの食べたりとか、外食が多いとかですよね。甘いものをいっぱい食べすぎちゃうとか、過剰にこれ本来だったら別にこれなくても生きていけるよねっていうものにお金をいっぱい使ってしまう、その理由とは何かというと、それがですね心のノイズなんですよね。まあ、言い換えたらストレスと言ってもいいと思います。日常の中で仕事とか人間関係とか、あとは自分自身のその未来とかですよね、将来をいろいろこうバーッと考えたりとか、いろんな人と接したり、いろんな場所に行っていく中で、そこでこう自分に降ってくる圧とかストレスっていうものが心のノイズになっていく。もちろんプレッシャーとかストレスが悪いわけではないんですね。それも人が何かしら壁を破るために、成長するために必要なものなんですけども、それが過剰に多すぎるとか、捉え方がネガティブ、嫌だ嫌だ嫌だって思ってたら、それが自分の心にゴミとして溜まっていってしまうんですね。それが溜まっていくとすごい不快で気持ち悪くて、とにかくそれを発散したくなるか、そこを見たくなくなるんですね。向き合いたくなくなる。だからごまかすためにいっぱいお酒飲んだりとか、すごいでかい音楽が流れてるところにね、クラブとかに行ったりとか、ギャンブルしたりタバコ吸ったりとか、なんかジャンクフード、脂っこいもの、甘いものとか辛いものとかいっぱい食べたりとかして、そうやってそのストレスを発散する、ごまかす、あとお金いっぱい使うとかもそうですね、衝動買いもそうです。その一時的な快楽によってそのストレスを麻痺させるっていうことを僕らはやってしまう。だから無駄な出費がいっぱい増えちゃうんですね。その心のノイズが、そのままだといくらお金が入ってきても結局それを消すために使ってしまうので、入りがどれだけ多くてもその出ていく方をどうにかしなかったらお金はたまらないし、資産、それは目に見える資産も目に見えない資産も含めてたまっていかないんです。で僕自身も、まあ、トレーダーずっとね専業でやってた時はその心のノイズっていうのがもう慢性的にありましたね。いつもストレスで、まあ、イライラしてたりとか、値動きに追われてたりとか、来月の収益をずっと考えてて、それだけで頭がいっぱい、心もいっぱいで、なんかいつもね不安の中にいましたね。
だからそれをごまかすためになんかしょっちゅうジャンクフード食べたりとかしましたし、タバコもすごい吸ってたし、かなりすさんだ生活をしていたんですよね。でもそこからそもそもの自分のそういうお金の稼ぎ方とか普段の日常の生活を見直していく中で、そういうのはねどんどん減っていきました。だから今ではなんかそのストレスをお金で発散するとか、無駄なものにいっぱいお金使うみたいなことももうなくなったんですね。で実際じゃあ何をやってるか、それはですね僕自身が、まあ、師匠北極老人から教わってることなんですけども、とてもシンプルです実は。そしてこれまでの動画でもお話ししていることではあるんですけども、改めて今回はそのね3つの行動習慣を通じて心のノイズを取り払って、そして無駄な出費を減らして、お金を増やしていくという、まあ、角度からねお伝えしたいなと思ってます。じゃあまずね一つ目は何か、それが朝茶なんですね。朝茶、あの朝コーヒーでもいいんですよ別に、あとお茶を飲むでもいいんです、何でもいいんですけど、僕の場合は朝茶っていうのをねずっとやってましたね。何するかもう単純です。朝起きますよね、そしたらスマホとかテレビとかそういった電子機器、まあ、全部消して窓を開けてですね、無音の状態でただただお茶を入れることに集中すると、無心でお茶を入れるということをやるわけですね。ついついね僕ら特に朝とかそうなんですけど、何かに追われちゃうんですよ。何時までに出社しなきゃいけない、このメールをチェックしなきゃいけない、寝てる間に届いた LINE とかメッセンジャーを処理していかなきゃいけないとか、常に何かに追われてる、プレッシャーを感じてる、ストレスかかってる状態です。なのでまずはそういったものを全部横に置いてですね、無になれる時間、まあ本当の意味で無になるっていうのは大変なんですけど、無になろう無になろうと思ってる時点で無ではない。そして静かなところにいるといろんな考え事とかモヤモヤが出てくる場合もあります。でも無になるってことは難しいんですけども、それをやっていく中で実は心っていうのは静まり返っていく、静かに整った状態、まるで波紋のない水面のように静かにですねスーッと落ち着かせていくことはできるんですよね。でそのための習慣っていうのが朝茶だ。だから本当1日10分15分でもいいので、お茶をねお湯を沸かしてお茶を入れながら、そのお湯を注いでる音を聞く、音に集中する、自分の仕事のこととかお金のこととか将来のことではなくて、ただただ目の前のお茶を見るんですよ。ああ注がれてるな、お湯が注がれてるな、ああお湯が茶葉に当たってるな、あそこから水滴が滴り落ちてるな、そのお茶を入れる音に耳を傾ける、鼻でその香りを感じる、湯気を見る、そして窓を開けて外から聞こえてくる鳥のさえずりとか風の音とか、あとは誰かが歩いてる足音とか飛行機が飛ぶ音とか、そうやって自分の外側にある音空間を感じながらですね、五感全部で感じながらお茶を入れるだけで、これねすごいねリフレッシュになるんですよ。心がすごいねすっきりと軽くなります。スーッと落ち着いてきます。これを朝やってから例えば用事に出かけるとか会社行くだけで全く一日が変わります。そして朝の自分の状態っていうのは一日の雛形になります。朝がバタバタしてるとか心がざわついてたら、その一日も心がずっとざわついてる、バタバタする一日になってしまう。でも朝がスッとすっきりして落ち着いていたら、その一日も同じようにすっきりと落ち着いた余裕のある一日になる。なのでまずその朝茶、朝コーヒーでもいいですし、お茶を飲むでもいいです。でもそんな無になっていくような感覚でお茶とかお茶を飲んでみるっていうことがまず一つ目。二つ目が掃除です。掃除もただですねその机を拭くとか散らかっているものを片付けるとか食器を洗うとかっていうだけじゃなく、どういうふうにそれをやるかが重要ですね。で僕は北極老人から教わったのは、とにかく丁寧に丁寧にその目の前のものを感じながらやるっていうことです。これも朝茶とはつながってきますね。例えばお皿を洗うにしても、他のことを考えながら洗うのではなくて、そのお皿を感じ尽くしながら洗う、まるでこのお皿が赤ちゃんかのように丁寧に丁寧にそれを扱って、まるで生きてるかのように、あここが汚れてるな綺麗にしようとかね、あちょっとこうやって擦りすぎたら痛いかなとか、あもうちょっと撫でるように洗おうとかっていうふうに、まるで生き物のように見立ててその食器を洗う、まるで自分と同じ、お皿と自分は別ですけど、まるで同じ存在かのように扱って洗う、そしてその食器を洗いながら自分の心の汚れも落ちていくようなイメージで食器洗いするだけで、終わった後に何とも言えないような清々しい気持ちになってるんですね。これもねぜひやってみてください。本当にね大きな違いが、本当にこれやったら分かるんですけど、そういう気持ちでお皿洗うだけでめちゃくちゃすっきりします。
そして3つ目、それが散歩ですね。何かに追われたり忙しかったりとか、なんかね今これやんなきゃいけないっていう時に散歩に15分行くって結構難しかったりするんですよ。でもこのね、ただ15分散歩に行くっていうのが大きな違いを生みます。で、散歩をしながら、近所を散歩しながら、そのね、吹く風を感じるんですね。ふわっと吹いてくる風が自分のその心のノイズとかストレスをふわっと取り払ってくれるようなイメージで散歩する。そして太陽が出てたら、日中ね、その太陽の光を浴びる、それを感じる。そしてその暖かい太陽の光によって自分の体がこうポカポカしたりとか、その不安とかね、ノイズがさーっとその光によって打ち消されていくようなイメージで太陽の光をですね浴びるわけですね。あ、気持ちいいなっていうふうに、そうやって15分散歩したらかなり心もですねすっきり軽くなってます。こういった何気ない行動習慣を続けていくことによって、自分のね心のストレスとかノイズっていうのは本当にね軽減することができます。で、ここのざわざわとかノイズが減るほど無駄な出費っていうのは連動して不思議なことに減っていくんですよ。っていうのも我慢するんじゃなくて別に求めなくなるんです。我慢とは全く違うんですね。我慢は必ず反動がきます。いや、ギャンブル、お酒、タバコ、衝動買い、これを我慢したら我慢した分だけ別なところで反動が来るんですけど、そもそもそれを生み出している根本の要因がなくなっていくので我慢っていう概念がなくなるんですね。いや、なんか別にそんなタバコ吸いたくないな、そんな別にお酒飲みたくないなとか、そんな衝動買いしたいとかあんま最近思わないなみたいになってきます。なんで俺あんなこと思ってたんだろう、なんであんなことやってたのかな、ああほらしっていう風に思えるようになってくるのがこの3つの行動習慣ですね。朝茶、朝コーヒーとかお茶を飲む、掃除する、散歩ですね。この3つで、本当に大きく変わりますので、ぜひやってみていただけたらと思います。